ロベルト、久しぶりじゃないか。お久しぶりです、バルバス監督。今日の日系人の君には悪いが、今日の試合も間違いなく勝たせてもらうよ。すごい自信ですね。天才ディアスがいる限り負けるわけがないと言ったと。まあな。しかし日本も大空翼を甘く見ない方がいいですよ。大空翼、日本の10番か。ええ、彼は私の教え子で、何より逆境に強い。そして翼もディアスと同じくサッカーの天才です。もし日本が負けるとしても楽な試合展開にはならないですよ。ロベルト、じゃあ私はスタンドで見させてもらいます。ああ、それじゃ。監督、今のは誰です？ロベルト本郷、元ブラジル代表の選手で私の友人さ。彼は日系人でね、今日の試合彼の教え子である日本の10番に注意するようにと忠告。日本の10番、ああ、あの南米スタイルはそれでだったのか。おっと、そろそろスタジアムに入らないとな。行こう。よし、みんな聞け。今日から決勝トーナメントに入る。相手も予選以上に気合を入れて試合に臨んでくるだろう。だがそれは我々ももちろん同じだ。挑戦者としての気迫を忘れるな。はい。ではミーティングに入る。今日の相手アルゼンチンは、一言で言えばファンディアスのチームだ。彼が中盤を支配し、味方にパスを配しながら自ら攻め上がり、他の選手は皆ディアスのために動いていると言ってもいい。つまりディアスを抑えることがアルゼンチンを抑えることになるんだけど、もちろんそれは簡単じゃない。特に彼のドリブルやアクロバティックなプレーは脅威だ。たとえ複数の選手をマークにつけても突破されてしまうかもしれない。それほどのレベルにある。ディアスはチームの絶対エース。だからこちらもエースを持って対抗する。翼。はい。君が中盤を抑えればディアスは動きを封じられ、アルゼンチンの力も大きく減少する。この試合託したぞ翼。はい。美咲、翼のフォローは君だ。頼むぞ。はい。俺はこの3年間ロベルトが残してくれたノートをもとに南米式のサッカーの技術や哲学を身につけてきた。今日の相手ファンディアス、南米ナンバーワンとも言われているミッドフィルダー。俺のサッカーは本物の南米のミッドフィルダーに強い。みんな、決勝トーナメントが始まる今日からが我々の大会の本番だ。相手の日本は予選でイタリアやオランダといったヨーロッパの強豪を倒してきている。だが恐れることはない。ディアスが中盤を抑え、皆がそれをフォローする。いつも通りの戦いをすれば問題ない。予選リーグ最終戦、我々が宿敵ブラジルと引き分け得失点差でリーグ2位となったのは、こちらのトーナメントの山に来てより確実に決勝に進むためだ。だからこそ必ず決勝まで勝ち上がり、今度こそブラジルを倒し世界一を勝ち取るぞ。はい。ディアス、調子はどうだ？前の一試合休ませてもらったからな。もう早くボールを蹴りたくて仕方ないんだ。今日は初っ端から飛ばしていくぜ。今日も頼むぞティアス。任せとけって。貧しかった俺たちがストリートで鍛えたコンビプレイ、日本の奴らに見せてやろうぜ。あ、俺とパスカルがいればアルゼンチンは無敵さ。
ジュニアユースワールドチャレンジ、いよいよ決勝トーナメントの戦いが始まります。その初戦は日本対アルゼンチン。アルゼンチンの主役はもちろん、予選リーグで大活躍だったアルゼンチンの至宝ファン・ディアス君。技術と速さを兼ね備えたドリブルや体操選手をもしのぐアクロバット能力から繰り出される才能あふれるプレーは他の追随を許しません。今日の試合、日本が勝利するには10年に1人の逸材と言われるディアス君をどう抑えるかがポイントになるでしょう。その役目を担うのはやはりこの人、日本の生んだ天才、大空翼君でしょうか。サッカーの天才対天才、そして同じミッドフィルダーでチームのキャプテンでもある2人の激突が間もなく見られます。えい、日本の10番、お前のロベルト本郷仕込みの南米スタイルの技との対決、楽しみにしてるぜ。ロベルト本郷、ロベルトを知っているのか。君はロベルトを。ああ、うちのバルバス監督はロベルト本郷と友人なんだ。今日も試合前二人で話してたぜ。今日も。ああ、スタンドでこの試合を見てるってよ。この試合は、ほれもう試合が始まるぜ。どうしたの翼くん。ロベルトがこのスタンドのどこかにいるらしいんだ。え、we'll be right back.
ご覧ください、スタジアムを埋め尽くす満員の大観衆、熱戦が期待されるこの試合への注目度を物語っています。全日本対アルゼンチン、ここスタークラウンスタジアムは興奮のるつぼと化しています。表情の選手たち、それぞれ熱い思いを持ってこの試合に臨むことでしょう。選手たちはいよいよ始まろうとしているこの一戦を待ちきれないといった表情。ここで両チームのスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはホームサイド、全日本4人で中盤を構成する形になっています。我らがキャプテン翼くんを筆頭におなじみのメンバーが揃っています。熱きチームスピリットと勝利への執念はどのチームにも負けません。そしてアウェーサイド、アルゼンチン攻守にバランスの取れたフォーメーション、南米の強豪チームです。なんといっても注目は10年に1人の逸材と言われるキャプテンディアスくん。彼のプレーからは一瞬たりとも目が離せません。まもなくキックオフです。ロベルトがこのスタンドのどこかに。試合中に考え事は良くないぜ。ボールはもらうぜチーバー、スライディングで勝つ。チャンスが決まった。素早くつなぎスライディングで止めた。横をすり抜けた。サスカ君パス、ディアス君高速で落ちた。ジノ君ここは抜かせません。ブラウン君ボールを狙うも届かない。守備陣の隙間を狙う。スコラックガレア君ボールダッシュ成功。思ったよりやるな。ドリブルと見せかけてパス、スコラッチャンスが決まった。ここでパスカット、ドリブルでボールを運ぶ。マサオ君、このままに切り替えた。まさに走るダンプカーだ。グラネア君ボールダッシュ成功。そんなものか、チーバー。マサオ君ボールを狙うも届かない。翼君タックルを決めた。どうだ、グラネア君激しいタックル。マサオ君鮮やかなジャンプ。カズオ君クロスを上げた。いけガンホール君横に飛んだ。これはキャッチできない。ヒューガからセンタリング、ヒューガ君センタリングに合わせる。翼君シュートを放った。パントキックで大きく蹴り出した。このパスをトラップ、チャージが決まった。マサオ君ここは勝負をかけた。鋭いスライディング、かわして振り切った。体ごとぶつかっていった。ドリブルと見せかけてパス、ガルマン君スライディングでカット。左へ預けます。あっという間に前半も15分が経過。ここから流れをつかむのはどちらのチームか。ブラウン君敵陣を切り裂く。俺が世界一、キャプテンのその天才的、俺が天才ファンティアスだ。若林くんこれはキャッチできない。スランクシュートを放った。パントキックどこまで運べるか。このパスは通らない。ジェイテス横にかわして突破。ここからシュートに入れていく。ジェイテス君渾身のシュート。ボールの勢いをうまく抑えた。ここからシュートに持っていく。若林くんボールはまだ生きている。ブラウン君シュートだ。パントキックで大きく蹴り出した。やっと奪い返した。このタックルは不発に終わります。ここでチャンスを潰します。やった、アート。負けた、止めた。翼くんボールの友達渡しません。ここはパスを出した。ぶつかっていった。
ブラウン君、ボールも狙うも届かない。翼君、なんで好きのドリブルだ。ディアス、ガルバン君、パスを回す。シマス、若林、バッパー、さあ奪い返した。ゴールラインを越えてしまった。アルゼンチン、コーナーからどう狙ってくるか、どちらが先に触れるか、ここでチャンスを潰します。パスカル君、ここは抜かせません。パントキックで大きく蹴り出した。このパスをカットします。あっと奪い返した。翼君、ボールは友達、渡しません。かまして振り切った。これはごぼう抜きだ。ジェイクさん、センターラインを越えて攻め込む。止められない。ジェイク君、素早く横にかわす。若林君、ゴールを割らせません。全日本、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。中に走るダンプカーだ。パサロ君、スライディングでカット。アルゼンチン、キャプテンのその天才的プレーを見せつけるのか。激しいタックル。マサオ君、ここはパスに切り替えた。ディアス君、ボールを奪うことができません。スライディング。ディアス、疲れたか。さすがにちょっと飛ばしすぎたぜ。このままだと最後まで持ちそうにないから。ああ、まだ俺たちには準決勝と決勝もあるんだ。そうだな。前半はよくやった。後半も油断なく集中して臨むんだ。はい。翼くん、ディアスとすごくいい勝負をしてるじゃない。なんとかね。でも全然油断ならないよ。大丈夫、後ろには僕たちがいる。翼くんは思いっきりプレーしてよ。うん、頼んだよ。翼くん、後半もディアスを徹底マークして、このリズムを変えないように行こう。うん、君もディアスに負けないサッカーの天才なんだ。自信を持って行こう。水木くん、アメリカに来てからこれまで本当に戦いがいのある相手ばかり、そして彼らを倒していってこそ世界一のサッカー選手への道が開けるんだ。さあ行こう、みんな、後半もやるぞ。何をやっとる。みんなディアスに頼りすぎだ。お前たちはアルゼンチンの代表選手だぞ。ディアス一人に頼るな。はい。みんなのせいじゃありませんよ、ディアス。フィールドでの責任は全て俺にある。そのために俺はこのキャプテンマークをつけているんですからね、ディアス。それと試合前のあのロベルト本郷の忠告が当たったってことですね。戦ってみて分かった、あの中盤まだまだ底知れない力を持っている気がする。ディアス、すまんな。アルゼンチンゴールデンコンビなんて言いながら、俺はお前のトップスピードのプレーにはついていけないんだ。気にするな、パスカル。だって俺は10年に1人出るか出ないかのサッカーの天才だからな。俺のスピード技についてくるあの10番の方が不思議なんだ、ディアス。でも大丈夫だよ、みんな、そんなに真剣な顔するなよ。この天才ファン・ディアス様がいる限りアルゼンチンは負けないって。もっと楽しく陽気に行こうぜ、ディアス。良くも悪くもこのチームはディアスのワンマンチーム。彼のノリ一つで状況はガラリと変わる。ハーフタイムを終え、両チームの選手がピッチに散っていきます。日本でのライバルたちは今仲間となった。そして世界もまだ見ぬ強敵を求めてアメリカにやってきた俺たち。そ
その最強の敵の一人、アルゼンチンの天才。行くぞディアス、君との対決を制し、この試合をものにするために、俺は完成したあのシュートを使う。日本の中盤、前半の戦いで少し分かったぜ。もしかするとお前も10年に1人出るか出ないかのサッカーの天才なのかもしれないって。しかし天才と呼ばれる男は俺一人で十分だ。世界ナンバーワンプレイヤーの称号はこのファンディアス様がいただく。お前との対決を制してこの試合に勝つために、俺の新しい必殺シュートをな。後半も勝負だディアス。久々に楽しくなりそうだぜ。世界で戦うのは力不足だった俺のドライブシュート。けれどみんなに力をもらって俺は生まれ変わらせた。行くぞアルゼンチン、これが俺の新しいドライブシュートだ。すごいシュートだ翼くん。今までのドライブシュートとは違う。なんという勢い、なんという落差。スタークラウンスタジアムの上空に羽ばたいたフェニックスがアルゼンチンゴールを食い破った。やったね翼くん。やっぱお前はすげえぜこっちくしょう。ありがとうみんな。やったな翼。ヒューガ君のおかげだよ。あのブラックボールで俺はこのシュートのヒントをつかめたんだ。俺はドライブシュートを打つとき、ドライブ回転をかけやすいフォームで蹴っていた。けれどそのフォームと俺のキック力を 100% 発揮できるフォームは違っていたんだ。そうか、あの夜気づいたのはそれだったのか。うん、だから 100% のキック力のフォームでドライブ回転をかけられるようになれば、今まで以上のドライブシュートになる。そっ、ああそうだ、今は試合に集中しよう。さあみんな、残り時間も全力で戦うぞ。おう、右へ回します。次々にかわしていく。どうだ、体ごとぶつかっていった。そうだ君、ここはパスに切り替えた。翼に詰ましたパスを送る。翼くん、ボール前に持ち込む。何、ボールは友達、渡しません。パントキックで大きく蹴り出した。かわして振り切った。パスカル君、次々にかわしていく。奪い返した。ドリブルと見せかけてパス。伊崎君、ここは勝負を避けた。ここはパスに切り替えた。あーと、ドリブルを見送る。ここは勝負を避けた。もらったぞ。なんだと、マサオ君、ここで止めた。よし、フェイントだ。そら、翼くん、ゴールを狙う。ふ、不正だ。パントキックで大きく蹴り出した。翼くん、ここは抜かせません。みんな、ここからチャンスを作れるか。アルゼンチン、ここからカウンターを仕掛ける。これが本物だ。スライディングでカット。ディアスくん、ボールを狙うも届かない。素早くつなぎます。ヒューガくん、ここはパスに切り替えた。ガレア君、スライディングでカット。守備陣の隙間を狙う。ナオヤ君、激しいタックル。渾身のパスを味方に送る。ここからシュートに持っていく。ドライブシュートだ。
シュートに反応している。全日本、これは戦い方を変えてきたようです。時計はすでに前半の15分を過ぎています。激闘の決着まで残すところは翼くん、俺の必殺のシュートを放った。ルーテン、突き飛ばされた。このパスをトラップ、チャンスが決まった。翼くん、ここは勝負を避けた。激しいタックル、渡野くん、ここで止めた。広角で抜き去った。横をすり抜けた。そうだくん、ここは抜かせません。ヒューガくん、ここからチャンスを作れるか。ここは勝負を避けた。体ごとぶつかっていった。ほら、スライディングで止めた。アルゼンチン、キャプテンのこの天才的プレーを見せつけるのか。それドリブル見送る。パスを回す。ここは勝負を避けた。もらったぞ。攻守交代だ。翼くん、お箱のヒールリフトだ。ドリブルと見せかけてパス。ヒューガくん、得意の直線的ドリブルだ。ゴールを狙う。さあ頼んだ。ドリブルで突破。よし、横をすり抜けた。ハウス君、敵陣を切り裂く。ドリブルで突破。体で振り切った。敵陣へ攻め込みます。パルス君、次々にかわしていく。ここからシュートを放る。必殺のシュートを放った。これが若林源三だ。パントキックで大きく蹴り出した。素早くつなぎます。ディアス、ここからチャンスを作れるか。スリーシュートだ。このボールに飛びつく若林くん、これはキャッチできない。いよいよ後半アディショナルタイム、両チーム最後の力を振り絞って走ります。素早くつなぎます。ガルバンくん、スライディングでカット。見せてやるぜ、俺の本当の力。まさに天才のなせる技。これはスライディングシュートなのか。これはキーパー動けない。このゴールでアルゼンチンのみんな見てるか。見せてやるぜ、俺の本当の力。なんと、ディアス君得意のアクロバティックなオーバーヘッドキックかと思われましたが、ゴール手前に叩きつけられたシュートが芝をカットするように跳ね上がってゴールに飛び込んだ。見たか、天才の実力を。ディアス、やっぱりお前は最高だぜ。今のシュート、俺が全国大会決勝で使ったシュートと発想は同じだけど、レベルが違う。あの時の俺はバウンドしたボールが逆方向に跳ねるように打ったけど、ディアスの今のシュートは空いたコースに跳ねるようにスピードと回転を調節している。オーバーヘッドでボールのスピードと回転数、それに方向まで調節するなんて、なんて技術だ。ほら、ディアス、ここは抜かせません。高速で抜き去る。翼、みんな聞いてくれ。松山君、今までの展開で分かる通り、ディアスがマークしている限り翼といえど自由にはプレイできない。だから
マークを外したいときは、翼、俺にボールをくれ。俺がディアスを引きつける。やつは翼以外は自分より劣ると思っている。だから俺がボールを持てば必ず食いついてくる。そこで俺がディアスに勝てばフリーになった翼にボールを渡せる。けどよ、もし松山がディアスに負けたら。そうだぜ、一気に大ピンチじゃねえか。その心配は当然だけど、お前は俺の力を知ってるだろう。けど一番よく知ってるのは俺かもしれないよ。松山君の1対1の勝負強さは全国大会で身をもって味わったからね。翼、分かった、その時は頼むよ松山君。松山ならきっと大丈夫たい。お前がボールを取られても俺たちがバックアップしてやるよ。ああ頼んだぜ。行くぞみんな。それエンドベスト4に行くのは俺たちだ。負けるもんか、勝つのは日本だ。クリーンシュートだ。おたけびを上げボールに立ち伏せる。なめるな。あー、これも取った。パントキックで大きく蹴り出した。ヒューガ君、激しいボールだ。ガルマ君、スライディングでカット。ここでボールカット。激しいタックル。ここはトルトのプレーで勝利をつかみ取りに来た。ゴール前に持ち込んだ。ここでタイナーコット。タイナーコット横っ飛びで鋭く反応。ゴール隅に突き刺さった。やったぞ。ゴールをゲット。タイナーコット。センターラインを越えて攻め込む。ハト君、スライディングでカット。キラ君、ここはパスを出した。ロチャージが決まった。ハッ、邪魔だ。ヒューガ君、センターラインを越えて攻め込む。ゴール前に持ち込んだ。タッチスライディング。ヒューガ君、全て引き取る。ゴール前だ。はぁ、ダルトーニ君、ゴール正面でこのシュートを迎え。パントキック、どこまで運べるか。ディアス君、このボールをコントロール。チャージが決まった。まさに走るダンプール。ここは勝負を避けた。アウト。ドリブルは見送る。勝負の意思を描け。これはサイドフィーの力を全力で押し切る。懸命に勝ち出した。ゴールラインを越えてしまった。ゴールキックから再開です。ブラウン君、ロングパスを受けます。ここで審判笛を吹きます。前半終了。いよいよ延長戦も後半です。ハルス君、パスを出します。かざして振り切った。そんな、奪い返した。まさに走るダンプカーだ。ヒューガ君、ゴール前に持ち込んだ。チャージが決まった。いけ。ヒューガ君、パスを出します。いくぞ。いけ。パスを出せる。横を振り抜けた。ここで止めた。なんという高いのだ。激しいタックル。アルゼンチン、キャプテンのこの天才的プレーを見せつけるのか。パスカル君、素早く横にかわす。敵陣を切り裂く。かわして振り切った。パスカル君、回転をかけてシュートを放った。横っ飛びで抑えた。
ントキックで大きく蹴り出した。ここでパスカット。ディアス俺についてこられるな。アクロバットな動きでオーバーヘッドシュートに行った。このボールに飛びつく。反応するも決まった。アルゼンチンのみんな見てるか。俺についてこられるか。責任重大な一番手として登場です。鮮やかにこれを決めなきゃストライカーじゃねえ。責任重大な一番手として登場です。このくらいは決めないとな。ゴールを見据え、ゆっくりとボールをセットします。ゴールを守った。ここを決めることができればリードを奪えます。世界一の称号は俺がもらうぜ。ここは何としても決めてほしいところです。よそっときに鋭く反応。キーパー反応するも決まった。父さん見てくれたかい。明らかにゴールを決めました。リードを奪える場面で大役が回ってきました。決めてほしいところです。これをガルトス、これを止められるか。鮮やかにゴール。止められてたまるか。リードを奪える場面で大役が回ってきました。さすが若林君です。この重要な5番手のキッカーを任されました。
ぞ。この重要な5番手のキッカーを任されました。このシュートを決めてきた。やった。ここは確実に決めてプレッシャーをかけたいところ。さあどうだ。狙いすましたシュートでゴール。スカイラグも必要ないぜ。ここで決めなければ敗北が確定してしまいます。よっしゃ。シュートを決めてきた。ここは確実に決めてプレッシャーをかけたいところ。ここで決めることができれば勝利が決定します。さあどうだ。あっ、これも取った。ゴールを見据えゆっくりとボールをセットします。よし、みんな俺に続くんだ。ここで決めなければ敗北が確定してしまいます。うっせー。若林君、このシュートに反応している。決めたぞ。ここは確実に決めてプレッシャーをかけたいところ。見たか、これが俺のサッカーよ。ここで決めなければ敗北が確定してしまいます。これは反応しているぞ。ゴール隅に決まった。これでどうだ。シュートでゴールをゲット。ゴールを見据えゆっくりとボールをセットします。シュートでゴールを。スカイダブも必要ないぜ。ここで決めなければ敗北が確定してしまいます。さあどうだ。狙いすましたシュート。やった。ゴールを見据えゆっくりとボールをセットします。ここを決めてチームに勝利をもたらすことができるか。ナイスセービングだ。若林君、ゴールを見据えゆっくりとボールをセットします。ここで決めることができれば勝利が決定します。打った。パスカル君、見たか。ゴールを決めました。
さあ、大観衆が見守る中、注目の一戦が間もなく開始されます。全日本対アルゼンチン、ここスターク。ロベルトがこのスタンドのどこかに。試合中に考え事は良くないぜ。ボールはもらうぜ、10番ダメだ。ラインを越えて攻め込む。邪魔だ。次々にかわしていく。浅野君、タックルも決めた。タックル。その程度か。ボールを奪うことができません。それ浅野君、ここは抜かせません。ここはボールだ。ボールだ。まさに走るタッカーだ。ボールという破壊力だ。ボール前に打ち込んだ。まさに走るジャンプカーだ。ここから打ってきた。パントキック、どこまで運べるか。パスを受けた。全力を慌てて守備に戻ります。敵陣へ攻め込みます。マサオ君、タックルも決めた。どうだ。大きくパス。天才的なドリブルと高速で抜き去った。ミスタック、激しいタック。攻撃のスイッチを入れてなんという破壊力だ。スライディングで止めた。ディアス君、鮮やかな前転で突破。ボールダッシュ成功。スライディングで止めた。パスを回す。マサ君、激しい。負けるわけにはいかない。チャンスが決まった。いけ。パラス君、ここはパスの差。かわして振り切った。ミサキ君、激しいタックル。キュラ君、ここからチャンスを作れるか。俺が世界一。俺が天才ファンティアスだ。全日本、ここは全力を入れて勝利をつかみ取りに来た。連続を当てに行きます。スライディングで止めた。全力負けた。見たか。ヒューガ君、シュートまで持ち込めるか。ボールダッシュ成功。まだまだ走るダンクだ。もうこの一撃が大変だ。ガルトーニ君、最後に飛んだ。見事見せてやったぜ。この選手は要注目です。うわーキュッキュッキュッ。大変だ。これはうわー。それそら、嘘だろ。俺がこいつだ。センターラインを越えて攻め込む。ここは勝負を避けた。美咲君、ここからチャンスを作れるか。中学スタイヤーショットを投げる。ガルトーニ君、ゴールを守った。パントキック、どこまで運べるか。アルゼンチン、ここからカウンターを仕掛ける。それドリブルでボールを運ぶ。松山君、激しいタックル。スライディングで止めた。ディアス君、ここは抜かせません。それ、マサオ君、マサオ君、パスを回す。よっしゃ。キューガ君、敵陣を切り裂く。センターラインを越えて攻め込む。キューガ君、次々にかわしていく。ゴール前に持ち込んだ。これは絶好のチャンス。これが俺のネオタイガーショットだ。これを正面から抑えるか。キーパーをものともせずゴール。俺は世界一のストライカーになるんだ。よし、食らえ。これが俺のネオタイガーショットだ。ここだ。連続突破で見せます。どうだ。体ごとぶつかっていった。ディアス君、ここで奪った。かわして振り切った。
ブラウキ必殺のシュートでゴールを狙う。これはキャッチできない。石崎くんボールを持った。ダイレクトでパス、パス、そりゃパサロくんボールを奪うことができません。ガルバンくんパスを出します。ブランコ素早く横にかす。ここからシュートに持っていく。渾身のシュート。このシュートを完璧にブロック。パントキック、どこまで運べるか。素早くつなぎます。ガレア君ボールを狙うに届かない。体ごとぶつかっていった。チャンスが決まった。それディアス、疲れたか。このままだと。あ、そうだ。前半はよくやった。いいし、後半も油断なく集中。はい。翼くん、ディアスとすごく。ハーフタイムを終え、両チームの後半も勝負だ。ディアス、久々に楽しくなりそうだぜ。そうなんだよ。素早く横にかわす。これはごぼう抜きだ。アルゼンチン、キャプテンのソロに攻めを見せつけるのか。松山くん、激し世界で戦うには力不足だった。俺のドライブシュート、行くぞアルゼンチン。これが俺の新しいドライブシュートだ。すごいシュートだ翼くん。今までのドライブシュートとは違う。なんという勢い。スタークラウンスタジアムの上空に羽ばたいたフェニックスが。やったね翼くん。いけ。これでかわした。パスカル君、センターラインを越えて攻め込む。狙いつぶりシュート。横浜で鋭く反応。これも取った。パントキックで大きく蹴り出した。このパスは通らない。全日本、相手の守備が整う前に一気に攻めたいところ。パス、これは通った。松山、ロングパスだ。まさに走るダンプカーだ。鋭いスライディング。ブランク、これはバトルに勝つ。ボールダッシュ成功。このタックルは不発に終わります。激しいタックル。翼くん、これは南米式のドリブルだ。ガレア君、ボールを狙うも届かない。チャンスが決まった。ディアス、パスを回す。いけ。ボールダッシュ成功。翼くん、ドリブルと見せかけてパス。なんという破壊力だ。ガルバン君、激しいタックル。ディアス君、天才的なドリブルだ。攻撃で抜き去った。ディアス君、パスを出します。石崎君、ここは抜かせません。ドリブルと見せかけてパス。鋭いスライディング。ここでチャンスを潰します。ダイレクトでパス。パサロ君、素早く横にかわす。パスカル君、ここからチャンスを作れるか。鋭く足を振り返ってみた。わかるか。ゴール正面でこのシュートを迎え撃つ。時計はすでに後半の15分を過ぎています。
激闘の決着まで残すところわずか。もらった。センブロ君、ここは抜かせません。ディアス君、鮮やかな前転で突破。ボールを奪った。ミサキ君、ここはパスに切り替えた。それ。センブロ君、スライディングでカット。ディアス君、ここからチャンスを作れるか。クリーンシュートだ。よくそこで鋭く反応。若林くん、これはキャッチできない。相田くん、こぼれ球を切る。相田くん、ロングボールを送る。スローインからの再開です。ディアス君、ここは抜かせません。アルフィジャー、キャプテンのこの天才的プレーを見せつけるのか。全日本、ここは全力のプレーで勝負を掴み取りに来た。ほら、なんという破壊力だ。ほら、なんという破壊力だ。まさに走るダンスカーだ。シュートまで持ち込めるか。フィールドを一筋の戦車で逃げる。ガルトール君、このシュートに反応している。やったぞ。ニューヒーローの勢いが止まらせる。キック、タイガーとそれ。素早く動き倒す。これはゴボウ抜きだ。チャージが決まった。ドリブルと見せかけてパス。まさに走るダンプカーだ。セルブロ君、スライディングでカット。マサオ君、このパスをカットします。はっ、ミットパス対。ここは抜かせません。おら、ここはパスを出した。スライディングで止めた。このタックルは不発に終わります。パスを出します。ハッサル、ここからチャンスを作るか。スライディングで止めた。松山くん、勇ましい突破だ。ここはこれはヒッタクトルを奪った。ケンブロくん、激しいタックル、体ごとぶつかっていった。さあ、試合も残りわずか。最後まで熱い展開を期待したいところ。まさに走るダンプカーだ。なんという破壊力だ。まさに走るダンプカーだ。シュートまで持ち込めるか。パントキック、どこまで運べるか。翼くん、ロングパスだ。ここでオフサイドの判定。ほら、フリーキックからのリスタート。劇的な幕切れ。終盤のゴールに勝利の女神が微笑みました。
進出だ。この勢いで優勝まで突っ走るぜ。勝ったぞ翼。僕たちは勝ったんだ。喜びの日本イレブン、全員がキャプテン翼くんのところへ。みんな、そうだ、みんなが力を合わせれば俺たちのサッカー J ボーイズサッカーは立派に世界に通用するんだ。やったぞみんな。ディアス、負けちまったな。みんな、世界ナンバーワンになる男、ファンディアス。その伝説の始まり、第その傷をつけた男、全日本のチームは。へい、10番。名前を教えてくれ。翼、大空翼だ。翼か。うん。その名前一生忘れないぜ。お前も大した才能の持ち主だぜ。けど次は負けない。翼とまとめて倒してやるからな。それじゃあ頑張れよ翼。準決勝も決勝も。うん。今日は俺の負けだ。けれどいつか必ずこの借りは返す。覚えておけよ翼。お前は本当に成長したんだな。キャプテンとして、ゲームメーカーとして、チームを引っ張り、俺はお前とのあの別れのノートにミッドフィルダーになれと書いた。そしてお前はそれを忠実に実行し、俺の予想をはるかに上回る。それに今日見せたあのドライブシュート、あれは俺が教えようとしたシュートを超えている。俺がいなくても翼、お前は。ロベルトさん。片桐さん。今日の試合は勝ったけど、まだまだ完璧じゃない。これで満足していたら世界一の選手にはなれない。ロベルトもきっとそう言われたはずだ。このスタジアムのどこかで見ていた。ロベルトにも。翼くん。美咲くん。ロベルトのことだけど、本当にこのスタジアムにいるの？うん。リアスが試合前に会ったって言ってたから、きっといると思う。それなら片桐さんに聞いてみたらどうかな。片桐さんは代表のことでアメリカのサッカー関係者といろいろと話をしているみたいだし、
もしかするとロベルトのことを聞いているかもしれないよ。そうか、ありがとう美咲くん。夜は必ず宿舎にいるはずだから、その時に聞いてみよう。うん。なあなあ、この試合どっちが勝つと思う？なんだよ、当たり前の予想じゃんか。つまんねえな。仕方ないよ、この大会のフランスは圧倒的だからね。フランスは全試合で4得点以上で失点はゼロか。確かにすげえな。フランスはどちらかといえば守備が弱点で、ピエールが守備に回ることもあったくらいなんだけどね。その守備がジャンの加入で安定したから安心して攻めることができてるんだね。うん、ジャンのおかげで守備の負担から解放されたピエールがその才能を全力で攻撃に振り向けている。これは手ごわいなんてものじゃないぞ。前半15分、ここまでフランスがナポレオン君のゴールで1点リード。早く追いつきたいウルグアイ、ボールをエースのビクトリーノ君に集める。さあ、そのビクトリーノ君にボールが渡った。南米の黒ひょうの異名通り、素晴らしいスピードでフランス陣内に攻め上がる。1点くらいすぐに追いついてやるぜ。あっと、そのビクトリーノ君にフランスの選手が肉薄。これはジャン君だ。何？この俺のスピードと互角だと？互角などであるものか。消えた。こっちだ。何？あと、ジャン君、ビクトリーノ君からボールを奪った。あいつトップスピードのままビクトリーノの死角に回り込みやがった。すげえ。さあ、再びビクトリーノ君にボールが渡った。フランスのディフェンスも柔らかなボールタッチのテクニックで次々と抜き去っていく。そのビクトリーノ君に凄まじいダッシュでジャン君が接近する。今度はテクニックで勝負だ。好きにすればいい。どの道僕の勝ちは揺るがない。あっと、ビクトリーノ君、再びジャン君にボールを奪われてしまった。南米のテクニックとはこんなものか。バカな。ピエール、ジャン君、すかさずピエール君にパスだ。行くぞナポレオン、エッフェル攻撃だ。おう。これはピエール君とナポレオン君の素早いパス交換。ウルグアイ守備陣をあっという間に抜き去っていく。ピエール、ここは譲ってやる。決めてやれ。行くぞ。決まった。フランス電光石火の追加点、決めたのはキャプテンのピエール君だ。あの二人のコンビネーション、まるで翼と岬だぜ。うん、ナポレオンはシュートに目が行きがちだけど、実はパスもすごくうまいんだ。それにしてもピエールにあんなシュートがあったなんて。あのシュート、ゴールキーパーの直前で落ちたように見えた。あれは多分ドライブシュートに近いテクニックだよ。ドライブシュートは回転をかけながら上に上げることを意識して打つんだけど、あのシュートは回転をかけながら前に押し出すようにして打っているんだと思う。なるほど、ドライブシュートの応用なんだね。
ここで試合終了の笛が鳴りました。フランス、ウルグアイを圧倒的な内容で一周、ベスト4進出を決めました。この試合、特にジャン君の存在が光りました。大会屈指のフォワードビクトリーノ君に全く仕事をさせない完璧なディフェンスで、今大会無失点のフランスの守備を取り仕切る、まさにフランスの盾とも呼ぶべき選手です。次はフランスか。分かってはいたけど、強敵だね。どこが来ようと関係ねえ。ただ勝つだけだ。ピエール、僕を負けない。そのために早くあのドリブルを完成させなきゃ。ミサキ、次はいよいよ君との対決だ。楽勝楽勝、あくびが出るくらいだぜ。なあピエール。しかしキャプテン、スライダーシュートとエッフェル攻撃を見せてしまったが、本当に良かったのか。構わんさ。これまでの俺たちだったら確かに温存すべき技だったかもしれないが、今の俺たちにはあれがあるからな。そうか、そうだな。俺の世界一まであと2つか。やってやるぜ。どうぞ。翼に岬じゃないか。こんな時間に一体どうした？ロベルトがこのスタジアムに来てるんです。片桐さんはこちらでもいろんな人と会っているし。翼、どこでそれを知ったんだ？実は。なるほど、そういうことか。ロベルトさんがアルゼンチンのバルバス監督と知り合いだったとはな。そんなところから漏れるとは思わなかったよ。じゃあディアスが言っていたことは本当なんですね？ああ、本当だ。ならばどうして俺に教えてくれなかったんですか？翼くん、落ち着いて。そんなそれはロベルトがそんなことを。ロベルトさんも悩んだ末の苦渋の決断だったんだ。そのことは辛いだろうが分かってあげてほしい。それで今ロベルトさんは？まだこの島のどこかの施設にはいるはずだ。だが監督を務めているジュニアチームがアメリカの別の州の親善大会に招かれていて。今晩ですか？ああ。翼くん、今ならまだ会いに行けるかも。ロベルトに。翼くん、俺今は会いに行けないよ。どうして？あんなに会いたがっていたのに。そりゃ本当は会いたいよ。でも今俺はこの代表のキャプテンだ。一人勝手な行動は取れないよ。翼、それに何よりもロベルトはサッカーをやめたわけじゃないって分かったから。だから俺もずっとサッカーを続けていけばきっとまたどこかで会える。翼くん。うん、そうだね。翼、お前は心の底からキャプテンなんだな。待っていてくれ、私が必ず。フェルナンデスが出場するって？指を骨折してるって話なのに。それでも痛み止めを打ってテーピングでガチガチに固めればパンチングぐらいはできないことはない。けど一本シュートを止めるごとにとんでもないダメージがたまるぜ。そこまでして試合に出るっていうのか？そんな同情はそのゴールキーパーに失礼だよ。多分そいつにとって一番悔しいのは
そんな風に思われることだからな。さあ、開始から攻めるブラジル。カルロス君が早くもシュートレンジに入った。ヘルナンデス君ナイスセーブ。骨折した右腕でカルロス君の強烈なシュートを防ぎました。カルロス、惜しかったな。あれでいいんだ。え？奴の右腕を砕いて交代させる。それがこの試合に勝つ一番確実な方法だ。さあ、イタリアの反撃。ルチアーノ君がブラジル陣内に切り込んでいく。出た！ここでルチアーノ君の必殺シュート。あっと、ケイジーニョ君、このシュートをがっちりとキャッチ。なんという反応の速さと軽やかなセービングだ。何？俺のシュート君みたいなファンタジスタと戦えて本当に嬉しいよ。俺もゴールキーパーのファンタジスタを目指しているからね。ゴールキーパーがファンタジスタだと？そうだよ。何かいけないと話してる場合じゃないね。ほら、アルベルト、行くぞ。レオ、ボールを受けたリベロのアルベルト君、レオ君と共に前線へ上がる。くらえ！アルベルト君、遠目からの強烈なシュートだ。負けるか！ヘルナンデス君、これも防いだ。だがこぼれ球がカルロス君の前に。とどめだ。ついに決まった！カル、あっと、ヘルナンデス君、その右拳を抑え込んだまま動けない。くそ、この右腕が万全ならば。どうやらヘルナンデス君、ここで交代のようです。いかに実力者とはいえ、やはり怪我を負っていてはさすがに限界でしょう。みんな、これでイタリアの戦力は大きくダウンした。だからといって気を抜かず、持てる力を目いっぱい発揮しろ。あ！ここで試合終了。ブラジル、イタリアを大差で下し、ベスト4に進出。守りの堅いイタリアといえど、控えのゴールキーパーではカルロス君やアルベルト君のシュートの相手は、あ、そして一人攻撃を任されたルチアーノ君も、ヘルナンデス君が去った後は動きに精彩を欠き、後半に途中交代。一方、ブラジルは要所でキャプテンのアルベルト君が檄を飛ばし、ようやくチームがまとまってきた様子。これで準決勝のブラジルが楽しみになってきました。ブラジルが勝ったか。まあ、ヘルナンデスが途中交代しちゃうな。案の定、ルチアーノもそこでやる気をなくしたみたいだしな。それにしても、ヘルナンデスはあの意地は立派だぜ。拳が砕けてもゴールを守る根性。翼くんから見て今日のブラジルはどう？カルロスは相変わらずすごかったし、チームも少しずつだけどまとまってきたみたいだ。やっぱり彼らは決勝にピークを持っていくように調整してるのかなって思った。僕たちにそんな余裕はないけど、確かに強豪国というのはそういうコンディション作りをするっていうね。つまり本気の本気になったブラジルが見られるのは決勝戦ってことか。その本気のブラジルと戦うのは
俺たちも決勝戦に行かなきゃいけない。よし、やるぞ。どうした翼、いきなり大声出して。あ、ごめん。よし、これからシュート練習だ。KG にも頼むぞ。うん、任せてよ。さあガルロス、思いっきり来い。行くぞ。どうしたんだいカルロス、今のシュートいつものキレがないよ。あ、ちょっと翼とあいつは自分の力の高まりを仲間の力によるものだと言った。それは俺がサッカーをするためだけに生きていくと決めた時に捨てたものだからこそ、お前たちを俺の前に行かせるわけにはいかない。そんなもので俺と対等に戦い、世界一の選手になろうとするサッカーを認めるわけにはいかないんだ。どうしたカルロス。なんでもない。そうか、ならいいんだが。アルベルト。なんだ。今晩練習に付き合ってくれないか。おう、今晩な。分かった。翼、俺のやり方を見せてやろう。仲間を使って強くなる方法をな。頼むぞ、お前と俺でチームを世界一にするんだ。
なんだ、なんで俺につきまとんだ。頑張れ。しっかりやれよ。